本藤伊佐氏は日本の著作家、編集者、ゲームデザイナー、冒険企画局代表、ボードゲーム、カードゲーム、ゲームブック、テーブルトーク RPG の分野で活動し、1987年に冒険企画局を設立する。設立のきっかけとなった企画には、ウォーロック氏に掲載された黒川金山への取材が挙げられる。その後、 ウォーロック氏のメインライターとして活躍後、2代目の編集長も務める。また、オリジナル作品としては、シェアードワールドである、ユキリア世界を考案する。ゲームデザイナーとしては、アップルベーシックの基本デザイン、カードゲームでもある、レムリカ重視体シリーズなどを手掛け、コンピュータゲームのゲームデザインにも関わる。TRPG 関連の著作もある。日本独自の用語である、 テーブルトーク RPG の元となる、テーブルトークの RPG という言葉を商業メディアで初めて提唱したと思われる人物でもある。テーブルトーク RPG 用語、テーブルトーク RPG の起こりも参照。ゲームマスターのプレイスタイルについて、ドラゴンマガジン氏の連載でアンケートを行い、シナリオ、ルール、ダイスの目をどの程度遵守するかについて調査した。 テーブルトーク RPG のプレイスタイルルールとシナリオの関係も参照。著書でプロ野球のファンであること、スキーが趣味であることを明かしている。ありがとうございます。